とろけた、やばい、これはやばい、ホロホロですよ。ヨネザイ組のフィリパインティーピー、おはようございます。朝7時山田温泉の実質の部屋付きお風呂でございます。昨晩は、7時間寝ましたかね、23時45分ぐらいに寝落ちして6時45分ぐらいに起きました、7時間ですね、一昨日の晩というか昨日の朝までが5時間睡眠なのでかなり寝不足なんですけども、明るくなってきちゃったからね、それはね、寝起きてしまいましたということです。気温ですが表面は42度強ぐらいあるんですけど、例によって下からなんか水が出てるもんあのっぽい感じがあってですね、混ぜると多分42度弱、いや41度強ぐらいですかね、大適温でございます。本日の予定ですが、昼は鶴の卵に激辛を食べに行って、夜は服、それ以外の予定はございません、ということなので、ちょっとここまでためにためてるね、旅動画ではない動画、2本を、できるだけ今日は編集しようと思うね、できればその辺を今週中に配信全部してしまっては、まあ、来週もあるかもしれないですけどね、まあ、とにかくちょっと、今月末からはですね、来月の旅行からはですね、動画編集、旅動画のことも激辛動画の編集以外はちょっと勉強していこうかなと。突然ここでカミングアウト、米沢国家資格試験に臨みます。あれ、これ昨日もやったっけ、覚えてないや覚えてた気がするな。はい、すいません、そんな感じで、油臭がすごい、ほんとこのもうクリアーな油臭が素晴らしいですね。シャープで、でこうね、直接こう、お湯を鼻の前に持っていくと、下に持っていくとね、毛類もよく感じられる感じですかね。これでもシューズ入ってる気がしてきたな、なんかね。ごめんも検討考えです。はい、今朝の入浴1時間半も入りまして、その後、昨日の後半分の動画を、作りまして公開しました。変更中、アップロード中にね、一回、お風呂入って、でちょうど開店時間に合いますね、山田温泉から徒歩1キロ、本当は徒歩800メートルで来れるんですが、その道が完全に雪埋もれてますんで歩けません。というわけで車道の最短1キロ弱とって、鶴の卵さんです。鶴の卵さんの担々麺、閻魔殺しの上主です。7ヶ月前にね、閻魔殺しの上をいただいて、裏目にいただいて、その時にね、動画を途中まで回し忘れていたっていうとんでもない話で、今回リベンジで青森をいただくことになってますね。ご覧のように閻魔殺しまでが表メニューでございます。はい、というわけでいただきましょう。激辛弱ってっかもしれないからな、7ヶ月前からやっぱ日々食べるって大切です。はい、鶴の卵さん、担々麺、
閻魔殺しの上、大盛り、14分半完食完了して様でした。なんか普通盛りよりもあのペーストとか上がってる気がするし、あと麺が多いので麺の自重で麺が固まっちゃうんだよね。もっともすするないものなので別にそれでいいんですけど、そしてやっぱりもう今自分も本当に縮んだんだなと思ったのは、最後量的に結構きつくなりましたね。あの、まあ、もちろんこれあの津軽の激辛特有のね、甘くて、味がすごく強いので、まあ、それの量が多いということで合わせ技でちょっと厳しかったかなと思います。辛さ的にはなんか思ってたより辛くないというか、まあ、ここ15辛ぐらいですかね多分ね。あのまあ正直星4ついってない気がするんだよな今日の、ということでまあね、とにかく美味しくいただきました。とにかく肉がたっぷりでね、あとちゃんとあのホールの山椒とかも引き入れられててね、本当に美味しくいただきました。ごちそうさまでした。詳しくはぜひから動画をご覧ください。洗い場洪水でございます。はい、というわけで、午後一の入浴でございます。結局1時間半激辛動画の編集に時間かかってしまいまして、ようやく公開しまして、本日3回目のかつ午後一の入浴でございます。やっぱりね、入りたては寒いように、あ、じゃあ暑いように思いますけど、入ってしまうね、41度でございます。で、改めて、やっぱあれですね、モンゴルが強くなったのは、湯花キャッチャーなくなったからかな。あれ、やっぱ表面熱いね。よく回しまして。あ、やっぱめっちゃモンゴルするわ。ね、このあの、クンクンってこうやって手のひらにすくって、こう、クンクンってやると。めっちゃモンゴルするわ。あの後さらに2回追加で入りましたが、何のことはなくですね、その間寝てしまったというね、1時間ほど寝てしまいましたね。まあ当然じゃ当然です。すごい混んでんな。はい、そして今日も5分の遅刻申し訳ありません。鶴田町に来たらこれより福さんです。全く毎日帰り替えがしないと、それがいいんだよ。ありがとうございます。はい、というわけで今日1杯目はね、ジョッパリ上から口特別純米酒です。おお、超辛口が入ってるね。ダメですね。めちゃめちゃ美味しいです。まあ料理と一緒に飲むんですね。はい、酒漬けやってまいりましたね。あと、一緒に、ね、今日は豆板焼きです、そのタレも来ましたね。このごまのカラフルは何なんですかね。はい、それをそれとして酒漬けにしたね。もちろん豆腐は豆腐です。それからあと平まさだそうですよ。いただいてみましょう。なんなの、おー、平松の味だ。すごい、これはすごい。本当、初め追い込みてしまいました。お、手作りはなくて、あの普通に塩と大根ね、あえ物になってる感じです。はい、そして昨日もいただいてますけどね、これ豆腐。トゥルン、トゥル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 ン、トゥルン。いただきまーす。青春のお茶じゃなくて、はい、あー、今日もまた超滑らかの、そして出汁なじ感じ、完全勝です。意味が違う。ちょっと待って、いますね。はい、本日お任せのお刺身が来ました。はい、というわけで福醤油醤油皿わしは入れまして、本日こちらでございます。大きな音重なりますが、はい、マグロ、アウラカ、
それからとカワハギ、これはカワハギです。カワハギの肝和えになってますね。あと、ヒラメと塩川ということでね、素晴らしいですね。はい、ガチ塩川ですね。さあ、ということで、ね、お寄せいただいていきましょうね。まずは赤身、本マグロ、ミンマヨとか、その辺ですかね。よいしょ。頭をかけてみる。うん。濃いな。旨味が濃いなこれ。素晴らしいです。そこまで素晴らしいですね。旨味が濃い。素晴らしい。じゃあそして、キモイ、すでに入ってあります。こっちの白いたらうまい、うん、キノスですね。キノチアイいただけてものすごい多分その残りでチアイは、ね、出せないでしょ。別荘付きで、うん、はい、あと縁側です。この縁側がやばそうですね。まあ、とりあえずまずヒラメからヒラメちゃん何でも大事したんですけど、やめる無理だろ。あ、身が甘いですね。脂がほとんど。そしてガチ塩川、これは脂が出そうだな。ガチ塩川ですよ。それは気づかない。みんな顔がさ、にあげれたこれやったなと思ったコラーゲン油ももちろん乗ってますけどね、油ガレーとかでね、メーカーと違うんで、おうまいコラーゲンがメインです。おー、とろけますね。はい、残りはわさびをつけてゆっくりいただきましょう。はい、日本中2合目、写真を撮らせていただいたので今左側に貼っておきますけど、ハッセンピンクラベルですね。臨場してですね。はい。やってみましょう。そう、この形のグラスで飲みたいお酒だよ、これ。おー、すっごい緊張感。うん。すごい。はい。いやー、美味しいね。お刺身ペロッと食べちゃった。やっぱ超辛口じょっぱで良かったですね。こういう油の乗った魚になりました。そしてこれから銀条湖のピンクラベルでまったりと飲みましょう。本日の焼き物ではなく今日は汁物です。当番焼きはそこは焼き物こっちなんだ。なるほど。というわけで本日のお任せコーデ汁物ということで、これがヒラメの牛お汁通りです。かもちだよ。はい、ということで、これはもうこれヒラメの煮物さっぱりって初めて食べるんじゃないかな。あ、すごいテカテカのこの油。おー、すごそうです。おー、あー、すごい、これやばいよ、これバーン、ヒラメの味だ。うまい。そしてもちろんこれ汁飲まないとね。ヒラメの出汁とネギの味がめっちゃ染みてるわ。うますぎます。そして後日発表しました。この小松子自分と食べちゃった。あ、やっぱカレーの子に似てるけど、カレーよりもあれですね、滑らかですね。はい、大変勉強になります。そしてあったらもちろんうまい。あ、濃いね、ネギ、そしてこのね、デカデカの皮のところもいただきましょう。うまい。もうヒラメにてもこんな美味しいんだね。ありがとうございます。はい、順調に、もう13杯目、まあこれも昨日からの一品ですね。前酒の特別純米酒2022年新酒生ですね。はい、マスカット味です。はい、ということで引き出しが一生汁を食べていく今日このですね。そうしないと豆板焼きが焼けてきちゃうから。
タイミングしたまま、そろそろコケに向きに開けてみましょう。じゃん。なかなかない気がします。ちょっと焦げちゃったけど。はい、というわけで、こちらね、ドバイです。ね、はい。最近、こうやって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 、なんかティッシュ箸で。結構手間でございますけど、おお、すごい。すごい。というところで、2枚重ね。タレつけて、あ、ごまいっぱいついた。やってもらえばいい。やってもらえばいい。こうやって、まずクッションしてて、どっか。一球で、こう切って。ガンバリ。ガンバリですね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 。ナス。この野郎。ちょっと鼻をクッションしてやる。やられるとは休みやるの。とろけますと。そしてやっぱさすがに焦げたねこれね。まだ。あ、でも大丈夫。今日飲んだらこれ一本。いや、これもちゃうか。すげえ。それ飲むまで帰れません。あ、うまっ。じゃあ帰れ。すいません。お願いします。マインだっけ。気をつけて帰って。みずみずしい。ちゃんと水分残るね、中にね。息切れの状況を呈してますか。甘い、玉ねぎ甘い、甘いよ、そして人参も本当に気をしてるな。うまっ。うまっ。はい、うん、全部食べきっちゃう、これ。すごい実況動画になってますけど。本当に息苦しちゃったよ、これ3分間で。ラムだけはこれ焦げないね。野菜の上に乗りたいとかね。うますぎた。はい、お任せ終わりましたので、ここから改めて椎茸天ぷらですね。今日、昨日納豆と椎茸両方頼もうと思ったんですけど、まあ、冷静に考えると今日はあのもうね、昼に鶴の卵で担々麺大盛り食べるの決めてたのに、まあ、今日椎茸だろうなと思ってね、ことでございまして、椎茸です。もうテカテカなこの椎茸です。おー、綺麗だね。包丁入れは綺麗だよね。そして、はい、例によって天つゆと塩です。まず塩で食べてみましょうね。うん、みずみず、こんなしっとり、うまみがすごいよ。あ、そしてこのね、椎茸についたこのね、衣とそこが吸ってる油がね、絶妙なバランスなんだよね。その点では納豆の天ぷら以上にすごいですね。うまい。そして
すでに2個一気食いなんだよ、こっちの感じは現在で舌立ってますってやつよ。こちら天津の旨味と執着のフュージョン、マジでこの衣の味がすごい強烈に効いてきますね。これはこの天ぷらの真骨頂じゃないかなと個人的に思います。うまい。なる痕跡なんである程度ある程度のコントロールできる。まあそれでもカロリー高くなりますからね。まああの年末年始ぐらいで済むと思うんだよね。来週末ね。今週末はもうダメだ、ね。本当今月マイナス1キロの目標達成できるんだろうかっていう。まあここで急に増えたものは結構減らせる気もなんとなくしなかったですけどねっていう前置きはいいとして、それは一旦置いておいて、またいい酒が来てるんだこれが。というわけで、後輩の特別場内が5杯目です。聞いたミラー痛いね。リンコリンコです。お味、はい、今日は、ね、カロリー型上等の日なんです。もう昼間からそれ確定してるので、イガメンチさんをご覧させていただきました。はい、というわけで、もうめっちゃね香ってんだよ、イカの香りがね。で、もうテカテカの感じですけど、そしてここにソースをかけて、中濃ソースと一緒のソースで飲んでね。あのね、ジャス企画では、ジス企画じゃないですか、ジャス企画、日本農林企画では、ね、あの中濃ソース、スターソース、とんかつソースって、まあね、粘土で純粋に決まったんで、ね、まあ、そうめんと、まあ、あのうどんと、ね、冷や麦みたいなのですね、なんのこっちゃ。はい、というわけでいただいてみましょう。イガメンチ、これ、ね、7ヶ月前もアルカルトを出してますね。トロペタ、やばい、これはやばいな。もうホロホロですよ。本当メンチなのかこれはっていうやつですね。口どけ、イカは口どけしませんけど、衣は口どけです。やばい。はい、本日食欲は止まりませんね。というわけでホタテ刺し、ホタテ刺し噛んだ。というわけでテカテカのホタテ、そしてはい、後輩の別人のおかわりしております。5合目ですね。ホタテ、久しぶりにホタテ刺しいただくのね、でかさよ、これ、ほんとお母さんとかもほら、ほんと一緒じゃん。うん、うまいよ、うまい、ほんとにやばいぐらいうまい、うまみの塊です。あー、マジだ、リンゴ、ホタテ、リンゴ、ホタテ、何かが違う。あー、曇りまくって、しかも表面厚い、はい、もやのキラキラした洗い箱をついてございます。よいしょ。はい、というわけで、小料理福さんから1キロ歩いて山田温泉に戻ってまいりました。本日お会計8410円でした、ね。まあ、日本酒の量は昨日と変わらず、飲んだのね、単価も800円なので、やっぱり5杯ですね。で、まあ、なので、イガメンチと、それから、ホタテ刺身、その分だけね、ちょっとお出会いを増しました。満足でございます、本当にね。そして例によって表面、これも43度近くあるんじゃないかな、43度弱ぐらいんじゃないかな。しかし、下の方はね、ちょろちょろと加水がされている謎システムで、あ、でも暑いね、結構。はい、外気、マイナス1度でしたね、先ほど、あの、帰ってくる直前にね、見たらね。まあ、そんなもんでしょう。じゃあ、この後ね、動画の編集したり、動画見たりしながら、で、湯に浸かりながら寝たいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。大人の休日クラブパス2022年度サードシーズン1回目の旅は2人
2日目、これでおしまいです。チャンネル登録よろしくお願いします。